は掃除のエキスパートだからね。そうなっちゃうね。パパとママ、まだ帰ってこないの？でも、来週のクリスマスまでの辛抱だよ。きっとその日だったら。呼んで思いっきり遊んじゃうのはどう？よし、それなら私と一緒にクリパしよっか。私の友達呼んでパーッと遊ぼうよ。クリスマスパーティーのこと、もちろんレナちゃんさえ良ければだけどね。出たらすぐに連絡ちょうだい。これ私の連絡先ね。みんな、いきなり呼び出してごめん。別にいいよ、リコから急に連絡来るのは慣れっこだし。だね。それで今回は何？手伝ってほしいことがあるとか？予感するんだけど、ここで無茶ぶりとかしないでよ。ごめん、クリパの予定変更。今年はなんとキュートなお嬢さんのお家で開催します。え？つまりそのレナって女の子のためにクリスマスパーティーを開きたいってことね。ちゃんを喜ばせたいの。なるほどね。でもご両親の了解は取れたの？うん、そっちはバッチリ。そもそもバイトを頼まれた時に面識もあったし、私たちがいてやれない分レナのことを頼みますって逆にお願いされちゃったよ。にしても最近のリカ、暇な時はバイトばっかしてる気がするんだけど、そんなにお金ないの？別にお金遣いが荒いってわけでもないよね。もしかしてまた何か企んでる？ちょっとサオリ、そこはちゃんと私のこと信じてよ。年末はいろいろ入りようだから、いつもよりバイト増やしてるだけだって。ふーん、まあそれならいいんだけど、私のバイトについては今は置いといて。クリパ、みんなも協力してくれる？もちろん、私にも手伝わせて。レナちゃんのことほっとけないからさ。私も手伝うよ。子供と過ごすクリスマスも楽しそう。ダリア、マリカ、ありがとう。じゃあ、あとは…いや、そんな不安そうな目で見ないでよ。この流れで私だけ断るわけないでしょ。それに私だってそのレナちゃんって子に何かしてあげたいって思っちゃったし。よっしゃ、これでサオリもゲット。これでマーメイド全員参加だ。ちょ、リカ、声が大きいってごめんごめん、嬉しくってテンションめっちゃ上がっちゃってさ。とにかくマーメイドが揃ったからにはレナちゃんにとってサイアンドコーナクリパにしないとね。だね。クリスマスらしい食べ物とかパーティーグッズも準備しちゃおう。そうだね。リカ、そのレナちゃんの好きなものとかわかるの？へっへー、ちゃんとリサーチ済みだよ。さすがリカ。それならクリスマスプレゼントもいいものを選べそうだね。プレゼントについてなんだけど、ひとまず私に任せてくれない？いい考えがあるんだよね。ちゃんとしたものなんでしょうね。もちろんだよ。プレゼントはちゃんと喜んでもらえるものを選ぶ、それが私のモットーだからね。リカはそういうところはしっかりしてるしね。
当然、せっかくのプレゼントなんだもん。上がらないものあげてどうすんのって話じゃん。リカらしい意見だね。けど今回は結構入れ込んでる気がする。どうしてそこまでレナちゃんのこと気にしてるの？リカってそんなに子供好きだったっけ？もちろん子供は好きだよ、可愛いしさ。でもレナちゃんはそれだけじゃないっていうか、その子だけの特別な理由があるってこと？ほっとけないオーラを感じちゃったとか？そうだな、それに近い気がする。レナちゃんってちょっと似てるのかも。似てるって誰に？なんでもない、とにかくなんとなく気になるんだ。そんな感じってことで。答えになってるような、なってないような。リカが答えをはぐらかすってのも珍しいね。まあまあいいじゃん、とりあえず今はクリパの相談進めよう。メリークリスマス、レナちゃん。言われるとなんだか照れちゃうね。サンタの衣装着てきた甲斐があったね。用意してくれたマリカには感謝しないと。喜んでもらえてよかった。レナちゃんは心配しなくて大丈夫だよ。というわけで紹介するね。私の友達のサオリにマリカにダリア。こんにちは、水島マリカだよ。よろしくね。松山ダリアです。今日はいっぱい遊ぼうね。サオリが挨拶しないと。うん、こういう時は第一印象が大事だよね。変なこと言って怖がられたりしないよう気をつけないと。もうそんなに悩まなくても大丈夫だってば。その日高沙織です。よろしくね、レナちゃん。かわいすぎて目をやられそう。気にしないでいいよ、レナちゃんがかわいくてびっくりしてるだけ。レナちゃん、どうかこれからもそのままでいてほしい。沙織、なんか変なテンションになってるね。自己紹介も終わったし、パーティーの準備しよっか。壁に飾るリースやオーナメントは沙織にお願いしてもいいかな？用意したのも私だしね、こっちは任せてよ。天井の飾りは私がやるよ。結構体力使うだろうしね。それじゃ、マリカはレナちゃんが着るサンタの衣装を作っちゃうね。簡単なドレスだけど、かわいいの作っちゃうからね。よし、それぞれ役割分担も決まったし、まずはレナちゃんの家をクリパ仕様にするぞ。イエーイ。ここの飾りはこうして、これだけだとちょっと寂しいかな。それならこっちと組み合わせて、これならバッチリ。沙織、そっちの飾り付けは？へえ、いい感じになってきたね。もう少しで完成かな。
リアがやってた天井の方はどう？って、うわぁ、めっちゃ進んでる。一人でよくここまでできたね。すっごくいい雰囲気だよ。ありがとう。こっちも、りなちゃんのサンタドレス完成だよ。うわぁ、れなちゃんめっちゃ可愛い。写真撮らせて。マリカもすごいな。ちゃんと立派なドレスに見えるよ。服のリメイクは得意なんだよね。レナちゃんにも喜んでもらえてよかった。じゃじゃーん、こっちも完成したよ。ダンボールで何か作ってると思ったらめちゃくちゃ立派なツリーできてるじゃん。一応作り方調べてきたんだ。いい出来でしょ。見た目がしっかりしてる上に段ボール製だから片付けるのも簡単なの。こんなのサクッと作っちゃうなんてリカって案外器用だよね。もっと褒めて褒めて。レナちゃんに褒めてもらえると疲れも吹っ飛ぶな。これで準備オールオッケー。さあ、サイアンドコーのクリポン始めよう。イエーイ。だったよね。そうだよ、レナちゃんのママが用意してくれたんだって。ならそこに食べ物を並べようか。買ってきたフライドチキンとかジュースも出すよ。ケーキはこれだね。美味しいって話題になってるお店なんだ。私も見たことあるよ。わざわざ用意してくれたんだね。よかった。私たちちゃんと歓迎されてたんだ。え、サオリまだ心配してたの？いや、普通は嫌がられるじゃん。知らない人たちがいきなり自分の家でクリパやるとか言い出したらさ。まあそれは確かにね。リカはともかく、私たちなんて会ったこともない他人なわけだし。信頼されてるね。えっへっへ、それほどでもあるかな。まあ今日は調子に乗ってもいいか。このクリパができたのもリカがいたからだし。おかげで噂のケーキも食べられるしね。それじゃまずはレナちゃんに切ってあげる。フルーツたっぷりの部分はレナちゃんのね。上に乗ってるサンタさんもつけちゃおう。マリカって結構世話好きだったんだね。親子みたいに見えるよ。えへへ、そうかな。そう言われるとなんだか嬉しいかも。自分の世話はあんまりできないのにね。特に部屋の整理とか。サオリ、ダメだよ。レナちゃんの前でそれ言わないで。それに最近はみんながいつ来てもいいようにちょっとは掃除するようになったんだから。本当かな。レナちゃんも自分の部屋は綺麗にしてる？やっぱり家の中で遊んだりすることが多いのかな。ん？どうしたの？あ、もしかして怖がらせないよう、もっと優しい目でにっこりと、目の力を抜いて、それから。にっこりってこうかなって。ああ、にっこり笑おうって意識したんだね。でもそうなっちゃったか。心配させちゃってごめん。あ、だったらダンスはどうかな。ダリアの得意分野だし。踊ってる時のダリアはすごいんだよ。わかった。ダンス
スの動画探してみるからちょっとだけ待ってね。これか。へえ、なるほどね。こんな感じかな。今さっと見ただけで覚えちゃったの？ダリアすごいな。さすがに完璧ではないけどね、踊ってて楽しくなるいい振り付けだよ。確かに楽しそうなダンスだな。なんだかこっちまで踊りたくなってきた。じゃあみんなで踊っちゃう？もちろんレナちゃんも一緒にね。なら思いっきりダンスしよっか。わからないところは教えてあげるね。どうしよう、完全に乗り遅れた。こういう時いつも混ざれないんだよ。はあ、私もレナちゃんともっと仲良くなりたいのにな。私も踊るよ。もうだったら沙織も早く入りなよ。グルミクダンスめっちゃ楽しいよ。うん、今日は思いっきり踊るぞ。楽しく遊ぶってことかな。レナちゃんのダンス素敵だったよ。お父さんお母さんもきっと喜ぶと思う。はあ、はあ、飲み物ちょうだい。スポドリも買っておいてよかったね。ありがとう、マリカ。生き返る。沙織はもうちょっと体力つけないとだね。レナちゃんにまで心配かけてちゃダメだよ。反省します。沙織も無事に生き返ったところで、いよいよクリスマスプレゼントの時間です。レナちゃんへプレゼントがあるの。ねえイカ、本当に大丈夫なんだよね。イカが任せろって言うから、私たちは本当に何も用意してないよ。大丈夫だって。ちょっと待っててね。どうするつもりなんだろう。とりあえずリカを信じてみよう。お待たせ、準備できたよ。レナちゃんは知ってるよね、カセットデッキと新品のテープだよ。そんな懐かしいのを用意して、それどうするの？今からこのテープにレナちゃんと私たちの歌を吹き込むよ。歌？そう、レナちゃんの好きな歌をみんなで歌って今日の思い出を残したいんだ。プレゼントとしては変化球すぎるかもだけど、これが一番いいんじゃないかなって思ってさ。それならクリスマスソングを歌おうよ。今日はそれが一番ハマるよね。レナちゃん、クリスマスの歌って何か知ってる？いい曲じゃん。他にはどんなのがあるかな。街にやってくるとかは、きよしこの夜とかも定番じゃないかな。明るいアレンジバージョンもあるしさ。いいねいいね、これは朝まで歌って踊ってオールしちゃう。レナちゃんもいるんだからダメに決まってるでしょ。もう冗談だってば。レナちゃんにはまだ早い遊びかな。もう少し大人になったら誘ってあげる。その時はしっかりエスコートするからね。ほらほら、今はとにかく歌の録音を始めるよ。はーい。レナちゃん、マイクで歌
自分の声を聞くのも初めてか。もちろんきっとびっくりするよ。レナちゃんの声すごく素敵だから。レナちゃん照れてる。でもレナちゃんの歌声は本当に素敵だよ。踊ってる時に聞いたけど驚いたもん。だね。リズムやメロディーの取り方も上手だったし、本当に歌手になれちゃうかも。そうだ、せっかくならレナちゃんの歌をパパとママにプレゼントしてあげるのはどうかな。そう、レナちゃんからのクリスマスプレゼント、パパとママもきっと喜ぶよ。リカお姉ちゃんに任せなさい。サイ&コーの歌をプレゼントしちゃおう。あの二人なんだか本当の姉妹みたい。だね、あの二人いいコンビなのかも。できたらレナちゃんの前ではいいお姉ちゃんのままで居続けてほしい。みんなで夢中になっちゃったもんね。テープに録音するのも味があって悪くないかも。あのレトロ感はいいよね。マリカも欲しくなっちゃった。レナちゃんなんだか静かだね。眠くなっちゃった？ママが帰ってくるまで遊ぶつもりだったし。そうだね、私たちはともかくレナちゃんに付き合わせるのは悪いよ。じゃあみんなでお片付けしよっか。遊んだ分お部屋をピカピカにしないとね。ねえリカ、レナちゃんなんだか。今は片付けしよ。レナちゃんに迷惑かけたくないしね。うん、そうだね。レナちゃん、別れ際までニコニコしてたね。こっちが見えなくなるまでずっとバイバイしてくれてた。うん、最後まで元気いっぱいだったよね。無理して強がってるみたいだった。ダリアもそう思ったんだ。お片付けしてる時からそう見えたよ。もしかしてレナちゃん、あれ以上私たちと一緒にいると別れが辛くなると思ったんじゃないかな。どういうこと？私たちが帰ったらレナちゃんは結局一人になっちゃうんだ。今が楽しければ楽しいほど一人になった時寂しくなっちゃう。レナちゃんはきっとそれが辛いって分かっちゃってるんだよ。確かに沙織の言う通りかもね。すごく楽しそうにしてたのに急にあんなこと言い出したのはそういうわけか。せめてご両親が一緒にいてくれたらね。マリカたちにできることもうないのかな。私もう少しレナちゃんのそばにいる。でもそれで何か解決するわけじゃないんだよ。レナちゃんがもっと辛くなっちゃうかもしれないよ。わかってる。でもそれでも私はレナちゃんのそばにいてあげたいの。リカ、どうしてそんなにレナちゃんを気にするの？何か理由があるんでしょ？レナちゃんね、子供の頃の椿に似てるんだよ。椿ってロンドの？うん、幼なじみだって前に教えたよね。椿もレナちゃんと同じで歌が大好きでちょっと寂しそうでさ。私そんな椿を笑顔にしてあげたくて。でもいつの間にか離れ離れになっちゃった。私がずっとそばにいてあげられたら椿はもっともっと笑ってくれたんじゃないかって今でもそう思うんだ。
それはリカがそう思ってるだけじゃないの？椿さんもレナちゃんもそんな風に思ってないかもしれないよ。そうだね、全部私の勝手な思い込みかも。でもね、私はもう後悔したくないんだ。だからこのままじゃ帰れない。リカ、ごめん。こっからは私のわがままだから、みんなは気にせず帰っていいから。今日は本当にありがとね。おやすみ。気にしなくていい？まったく、何言ってんだか。あんなこと言われてさ、黙って帰れるわけないじゃない。そうだね、私たちそんなにぬるい関係じゃない。うん、私たちも戻ろう。レナちゃん、待っててね。ん？今誰かレナちゃんの家に。リカ、あや、びっくりした。って、みんなどうしたの？どうしたのじゃないよ、リカを追いかけてきたの。私たちがあのまま帰っちゃう人間だって思ってたの？だったらちょっと悲しいな。ダリアの言う通り、私たちもあんたと一緒なのよ。辛そうな顔した友達のことほっとけるような人間じゃないんだからね。みんな、そうだよね、私バカだった。さっきはごめん。来てくれてすっごく嬉しいよ。ううん、素直に謝ったから許す。これでいつも通りのマーメイドだね。それでレナちゃん家に戻ってきたはいいけど、どうしてこんなところで立ったままだったの？あ、そうだった。今レナちゃんの家に人影が入っていったんだよ。え？でもまだレナちゃんのご両親が帰ってくる時間じゃないよね。もしかして泥棒？わかんない。とにかくまずは外から様子を見てみよう。パパとママ？うん、直接会ったことあるし間違いないよ。仕事を早めに切り上げて帰ってきたみたいだね。よかった。ご両親もレナちゃんのこと大好きなんだ。うん、うん。リカ、もしかしなくても泣いてる？レナちゃんが一人ぼっちじゃなくて、今夜はもう安心だね。それじゃマリカたちも帰ろうか。だね、このままじゃリカここで号泣しちゃいそうだし。レナちゃん、ハッピーメリークリスマース。だから声でかいっての。夜遅いんだから静かに。Thank you.
涙出ないわ。まったく、周りからめっちゃ見られて恥ずかしかったんだからね。そういえばレナちゃんのご両親、今頃プレゼントを聞いてくれてるかな。多分ね、きっと喜んでると思うよ。レナちゃんのことも今まで以上に大切に思ってくれるんじゃないかな。それでも、もしレナちゃんが寂しくなった時は私がいつでも駆けつけるもんね。そこは私がじゃなくて私たちがでしょ。だよね。そうだった。私たちが駆けつけてアゲアゲにしてやる。リカ、すっかり元通りだね。うん、もうバリバリ元気。っていうか、まだまだクリスマスは終わらないよ。フローリック予約して貸し切ってあるんだし。え、そうなの？あれ、言ってなかったっけ。それにプレゼント交換会もしないとでしょ。それはそうだけど、今からってのもな。わがままで迷惑かけちゃったお詫びに、私がみんなの分もごちそうするからさ。そういうことなら乗った。クリスマスらしくパーッと上がろう。はあ、結局こうなるのか。こういうのも私たちらしいよね。もちろん朝まで付き合ってもらうよ。最後の最後までクリスマスを楽しもう。